肩が痛い。謎理論たったったった謎理論たったったった。お前が言ってるその理屈は謎理論。いやあ、先生気づきてよ。冒頭でも言った通り、肩がめっちゃ痛いです。筋肉痛です。仕事での筋肉痛です。少年が出会い、周年との出会いがありました、前回。やっていきまーす。アクセラレーター。ところで、マルタ。ここまで、よく一人で来れたね。マルタはすごいな。とっても大変だったけど、なんとか、何回も死んだけどね、これ。でも、今はレイがいてくれるから、心強いよ。うん。頼りにしてくれて、嬉しいよ。そうやな。仲間の男の子が一人増えるだけですごい心強くなるよね。一人ぼっちだった時よりも。ここはどんな部屋だ？なんかある。一冊の本。なにこれ？世界旅行記。なんだ、世界旅行に興味があるのか。ここでから出たら世界旅行行きたいな、みたいな。あ、この本は世界旅行記だ。懐かしいな。ねえ、これ覚えてる？え？そうだった。覚えてないよね。ごめん。ちょっと、知ってただろ、お前。さては知ってただろ、お前、それ。うん、うん。牧師から触れてはいけないと言われたこの本を二人でこっそり見てたんだ。エロ本か。なんか感覚はエロ本でないか、お前。思春期は少年二人みたいになったらね、お前。君はいつも世を戦いさせて、夢中で見ていたな。僕たちはここから外に出ることを許せなかったから。ずっとここにいた君は、この本を外の世界と重ねていたんだね。わあ、鳥籠の中の鳥なんやな。僕が住んでいた町のことも、すごく興味を持っていたよ。そっか、そうだったんだ。え？記憶の断片に見えたのは、このことだったんだね。ああ、なんか空を見上げよったって、そういうことな。レイが教えてくれたんだ。マルタ、あったもんな。結構、パート1の途中あたりでさ、空を見上げる回数が入ったよね。パート1だったっけ？でもそんな回数はあったもんな。ねえ、レイ。ここを出ることができたら、レイにいろいろなところに連れてってほしいな。昔のことはあまり思い出せないけど、早く外の世界を見てみたい。そうか。だったら日本の徳島とかいいですよ。徳島県とか。毎年、夏の時期になりましたら、阿波踊りやってますからね。でも、コロナの時代やけんさ、阿波踊りどうなるかだな、今年。そうだね。絶対にそうしなきゃ。よっしゃ、行くぜ。じゃあもう、これ以上調べるもんはないかな。よっしゃ、行くか。出れるんか、これ。ずいぶん時間が過ぎてしまったね。十分に休めた？そうそう出ようか。行こう。早う外出て、それこそいろんな世界に旅をしたいやん。この先を抜けることができたら、出口まであと少しだよ。マジで？いや、あのマップの広さ、絶対あと少しで終わらんって、お前。そんなこと言うて。うん。騙されんぞ。ほら、こうなる。お前、ちょっとフラグを回収しましたよ、あなた。出てきたー。ああ、レイ危ない。え？ああ、ははは。待て、もういきなり死ぬんか、レイ。レイ、もう死ぬんか、お前。レイ、いいから逃げて。レイ、一緒に逃げるの。しっかり私を肩に捕まって。え、わかったよ。ありがとう。大丈夫な、化け物の方は。構えだけど。化け物の方は、え、逃げるんか、このまま。クラピカ理論信じないからな、俺。まっすぐ行くぜ。あ、なんか扉ある。あ、鍵がかかってる。仕方ない。別の道を探そう。あら、この鍵は持ってないんか。ああ、こういう時でも一応マップ開けるで。この入り組み方からしたら、あ、なんかまっすぐも気になるけど、右も気になるし、でもまっすぐ先、チェックしてみるか。あ、マップ使えるんやな、ここでも。割と、どこにどんなんがあったとかさ、マップで覚えれるんかもしれんな。まあ、俺、方向音痴だから覚えれる気せえへんけど、何この部屋。
ここたくさん部屋がある。レイ、どこかに隠れられないかな。ここはダメだ。ここにはあいつらがたくさんいる。あいつらって何？これ以上にヤバいやつがたくさんおるんか、もしかして。別の場所から行こう。はーい。何あいつらって。これまで出てきたやつよりもさらにヤバいやつおる。気になるね、今そんなこと言われたら。左。何？どうした？バタって。あ、追ってきてないんじゃ。でも今のバタってな音何？レイ？どうした？どうした？あ、もう限界な、もしかして。さっきの構えたんで。レイ？レイ？どうしたの？ごめん、マルタ。なんだか頭が少しぼーっとするだ。マジか。さっきの噛まれたやつの影響か。噛まれたらさすがにあかんのじゃ。なんかすごい力、なんか薬に適合したみたいな感じのこと言おったけどさ、そんなレイでもあいつらに噛まれたらおしまいなんか。え、レイ、お腹から血がたくさん出てる。止めないと。あ、大量出血の方。このくらいは平気だよ。いや、平気そうに見えんけんよんじゃん。それよりマルタ、お願いだ。どうかこの先は何があっても僕は構わず逃げてほしい。できないよ、レイを置いていくなんて。聞いてマルタ、あいつらは音にも反応するけど、何より生きている人間の熱に強く反応するんだ。何これ、ガンダム F91 に出てくるバグみたいな感じでいいか、お前。それで二酸化炭素にも反応して近寄ってこられたらもうおしまいなんやけど、どこ隠れてもわかんのやけど。つまり君が一番危険にさらされる。やだ、レイは私と一緒にここから出るの。昔からそうだったね。言い出したら聞かないんだから。君には構わないや。え、レイ！わあ、来たー。ここにいたら危険だ。どっか別の場所に。大丈夫、レイは私が守るから。え、何それ、あなたは死なないわ、私が守るものって。どっちがレイか分からんような感じになってるよ、お前。じゃあこの金髪の方がシンジ君になるからな、お前。髪の色的にはどっちかって言ったらさ、カオル君やけどな。重い。うわ、別だ。しかも左手がなくなっとるタイプの、ちょっとグロいタイプな女。いろんなバレジャンあるな、これ。あ、こんな時に、あ、いた。なになになに、どうしたどうした。こっちだ、早く。また違うやつできた、これ。え、また別のやつ来たんじゃん、これ。おい、展開が早いって。誰だ今度は。別のやつに囲まれてるんじゃないか。危なかったね。大丈夫かい、マルタ。おしゃべり方高して多分男の子やけど。助けてくれてありがとう。君も私を知ってるの？別の男出てきた。なんか別の男にどっかへ引っかけしようみたいな感じになってるよ、お前。ああ、この子も、マルタのこと知っとんか。なんか三角関係感じる。なんか、妙に三角関係感じる。は？何言ってるの？こんな時に変な冗談を言われるのは嫌なんだけど。あ、ちょっとなんか、ちょっとキスイ系の子かな。この喋り方。ごめんなさい。冗談じゃないの。目が覚めたら何も覚えてなくて。そうなの？そっか、それは大変だったね。うん、レイがいてくれたから。それより早くレイを助けて、ひどい怪我なの。ああ、兄さんなら大丈夫。兄さん兄弟なんじゃ。あ、それともなんだ、孤児院やったし血はつながってないけど兄さんって慕っとんかな。そうかもしれんな。レイよりはちょっと年下ってことか。皇帝の怪我では死んだりしないよ。少しすれば目が覚める。マジでか。
え、それを知っておったことは、お前もそういうタイプの人間なん？本当に？よかった。あれ？兄さん？君の名前って？僕はクロエ。レイの弟だよ。クロエ？クロエってクロエ・ネフスキー？え、僕のことを覚えてるの？え、こっちはフルネームで覚えてんのかい？え、なんでそんなに？クロエフスキーってなんか歴史上の人物に思いそうな名前。クロエフスキー、なんか昔活躍してた小説家っぽい名前なんなの。うん、小説ないけど、手がかりを探していたら偶然君の日記を見ちゃったの。あ、あったっけ。え、あー、なんか全然思い出せんけど、この展開で名前見ちゃったってことはさ、そのなんかファイルあったな。なんか、それか。ああ、あれね。そっか。君はあれを見たのか。ごめんなさい。何その、あれを見たのかの展開。じゃあ、君は始末しないといけないね、みたいな感じのことで展開やめて。じゃない、よかったね。じゃないよね。違うよね。ねえ、マルタ。君はどこまで、やめて。それ、知りすぎてるんだったら今のうち始末しなきゃみたいな展開になりそうなやつやめてよお前。クロエ、どこまでやって。クロエってね、可愛らしい名前しやがってお前、えげつねえことしてくるんじゃないのお前。怖いよ怖いよ。兄さんからある程度は聞いてるよね、ここのこと。詳しいことはよくわからないけど、子供たちがひどい実験をされていたり、教会で起きた事故で大勢の人が死んだりって。そうだね。秘密裏で繰り返し行われていた実験と、原因不明の大惨事のうちか。この地下で行われていた実験の目的は、何だったのか。ちょっとなんか悪役、なんか悪いやつっぽい喋り方しとくわ、これ。ほんまにクロエが悪いやつかは知らんけどさ、雰囲気悪いやつやん。とにかく、あんなひどいことは絶対ダメ。みんなが、かわいそう。いや、ほんまに悪役かわからんけど、とりあえず悪役っぽい喋り方しとくわね。止めてくれと言って、どうにかなる連中じゃない。わからないようだから教えてあげるよ。ここでは、ある薬の研究をしていたのさ。ウイルスの感染は、おまけだったけどね。でも、それは製造過程で受かった悲劇。製造？そうさ。戦争で使用する生物兵器の製造だよ。うえ、やべえ、ほんまにバイオハザードみたいな話になってる。やっぱ、ウイルスの研究って生物兵器やなって。なぜか、イコーになってしまうん。しかも、不死の兵器や。そんな、もうすでにいくつかの国では使われているんだ。死の商人か、つまりここでもね、薬でコントロールしないと72時間で動かなくなる。ふっ、パンカツだよね。ここの連中はこんなことで稼いでたのさ。まったく呆れるよ。そうか、教会と表向きは教会にしとるけどさ、実際は子供たちをかっさらってきて実験台にしようとしとる隠れ蓑になっとんじゃ。子供の体がまるでモルモットのように。ひどい話だよね。僕らは素材だったんだよ、あいつらの道具になるための。あー、なんかクロエのこの喋り方、ひどい目にあったからちょっと精神がねじ曲げられたみたいな。元はいい子だったんやけど、ひどい目に遭いすぎてちょっと心を、ねじ曲げてしまったみたいな感じの過去ありそうやな、これ。元はいい子だったんだろうな。こんなことは人のすることじゃねえ。あいつらは悪魔だ。やばい、これ実写映画化したら藤原竜也さんあたりに演じてほしいようなキャラしてそうかもしれない。おいで、マルタ、真実を見せてあげるよ。なんだ、な、あっ、まさに実験室っていう感じのところ来たで。はあ、これ
客の失敗作だよ。失敗作？そう、実験の残骸さ。もう動かないけどね。初めて見たときは僕もそうだった。とても怖かった。こんなおぞましい実験、失敗して動かなくなったらゴミのように捨てられるんだ。僕もああなるんじゃないかとずっと怯えていた。恐怖と怒りで頭がおかしくなりそうだった。今までろくな人生じゃなかったのに、こんなところで終わりたくなかった。自分の運命を呪ったよ。そうだな。なんだ？なんだ音？え、誰かおる？まだ。え、このタイミングでここにおるってことは、なんかここの施設の人っぽい人出てくるんじゃん、これ。ああ、いい機会だから紹介するよ。ラボの責任者、マルタもよく知っているやつさ。責任者？ほら、起きろよ。何？あー、捕まってんの？あ、捕らえとんじゃ。え？てか、責任者捕らえてられてんの？いや、こんな、責任者がこんな感じで出てくる？え？責任者って大体さ、あと、最後の最後でさ、逃げようとするやつ、マルタたちを追いかけてくるような感じじゃん。なんかすごい情けない状態で出てきてますけど。なんか予想外に情けない状態で出てきてますね。ひえ？え？この人、どっかで見たような。ここの牧師だよ。裏の顔は、このラボの責任者だった。あ、でもなあ。あ、ここのラボの責任者ってことはさ、さらに上の、なんかあるんじゃねえの？この施設の責任者のさらに上、なんかさらに上のなんか組織あるんじゃねえの？やべ、最後の方で追いかけてくるとしたらそういう組織の人間かな。あくまでここの責任者ってことはその上にさらに逆らえないようなやつらがおるんちゃうかな。かもな。お前マルタか。お願いだ、助けておくれ。この世に及んで命がいかよ。どうして戦いで繋がれてるの？こいつも一応研究員だったからね。まだ利用できるんだ。もっと働いてもらわないと、研究はまだ未完成なんだよ。マルタが見たあれは通称リーズ。ここの連中はそう呼んでいる。レッドアイズ、略してリーズ。あ、メガ赤い剣、そういう名前にしましたみたいな感じなんじゃ。リーズは我がを持っていない。あ、自我を持っていない。ただ殺戮を繰り返す兵器なんだ。薬で暴走をコントロールされている。リレアと呼ばれる部隊にいた僕ら兄弟は、奴らの怪獣と暴走は止まらなくなったリーズの後始末をさせられていた。はあ、あ、リーズキラー。リーズを抑制するっていうか止めるような部隊もあるんじゃ。自我を持っとる人間はそっちの方に配属される感じやな。リレアは僕ら兄弟を含めて8人だったからね。いろいろと大変だったよ。他に6人こういうすごい力を持った少年がおるってことか。リーズをの後始末？僕らはリーズよりマシだけど、一定の期間で薬を摂取し続けないと細胞分裂が停止してやがて腐り果ててしまうんだ。え？じゃあレイ大丈夫なんか？あんな状態になって、あのまま薬誰にも打ってもらえんかったら朽ち果てていくってことないか？え？それさっきレイも言ってたことだ。そろそろ始めよっか。なんでそんなに光ってんのお前。え？え？なんか超能力的でも使えんの？なんか。え？あー、待てー！え？体が動かない。何をしたの？少しだけ力を使ったのさ。え？肌から見たらもうなんかそういう犯罪になってますからよ。僕らリレアにはそれぞれ
得意的な能力が備わっているんだ。僕は意志の力だけで物体を操れる能力がある。兄さんは教えてくれなかったのかい。まあいいさ。ねえマルタ、君も手伝ってくれるよね。このポンコツで僕らのような優秀な兵器にするための素材がついてないんだ。僕はね、使えちゃったんだ。こんな使いに。ラボが作り出した兵器を利用して、僕の思い通りの世界に作り変えてしまおうって。ねえ、マルタ、協力して。いや、お願い、話して。クロエ、あ、レイ。レイ、兄さん、目が覚めたんだね。クロエ、お前、マルタに何してんだよ。あー、もうなんか、エッチなことしようとしてるような感じになってますけど。分かってくれるよね。すべて兄さんのためだから、もう少しなんだ。そんなこと、望んでない。僕だけが兄さんを救ってあげられるんだ。おい、やんでる弟。ねえ、あの時みたいにまた僕を助けてよ、兄さん。ああ、そうだ。ここで起こった事故は偶然じゃないんだ。僕がやったんだよ、お前かい。お前、主犯かい。兄さんのために、クロエ。真っ黒けっけな兄への愛やな、お前。兄さん。ごめん、クロエ。何？一瞬の出来事でした。待て、立って、早く。後でちゃんと説明するから。一人しないでよ、兄さん。マルタ、お前はいつも僕の邪魔ばかりするね。あ、ほんまに三角関係みたいになってます。なんかほんまに三角関係みたいになってます。ただ矢印の向きが思っとったでよとは違うけどだね。マルタ、走って。逃がせないよ。ああ、お前それはずる。お前はそれずる。お前それはずるだろ。くわー、なに、リーズたちがこっちだ。早く。うん、ずるいってずるいって。それはレイもなんかそういう能力持てないの。数しかねえ。わ、どっちだこれ。ルート的には右だろこれ。え、なんだ。あー、もうさ、クラピカさ、右に行ったらあかんで、いつもいつもお前。もうなさ、右行ったら絶対死ぬっていうさ、反クラピカ勢力がこのゲームを作っとるみたいやな。あそこ部屋がある。レイ、あそこに隠れたらどうかな。いや、やめた方がいい。相手はクロエだ。同じ方法は通じないと思う。じゃあ先を急ごう。追いつかれちゃう。でもさ、マップ見たけど、え、これぐるんと回ったら負けるみたいな、そんな、なんかチープな作戦でええんか。お前そんなチープな作戦でええんか。お前ぐるっと回ったらいつか負けるみたいな、そんなチープな作戦でええんか。左しかないだろお前。あ、こっちにぐるんと回ったんじゃ。階段があるな。階段の方気になるけん、そっち行くか。あ、鍵かかってんの、もしかして。まずい。も、え、大丈夫かな。多分他の通路に繋がってるはずだよ。じゃあ急ごう。行けるんこれ。あかんよな。なんかそんな気がしとったわ。まだ追いつかれる。逃げなきゃ。ちょっと待って、この扉もしかして。何、え、鍵も取ったっけ。あ、前の鍵そういえば使ってなかったな。それでええの。急いで。わ、そうじゃ鍵使ってないやつ一本あったな。ここまで来たら大丈夫かな。マルタ、大丈夫。うん、なんとか。ここから先はもう出口だよ。さあ行こうか。
マルタ。うん。よかった、レイ意外と大丈夫そうなんじゃ。あった、あそこだ。確かここを抜けた教会の裏側に出られるはずだ。あれ、開かない。なんで？ここも鍵が必要なの？ん？ここも扉のところに模様がある。あ、プラスか。プラス？そんな、やっとここまで来たのに。そりゃそうだよね。この地下の部屋の下半分くらい全然行ってないもんね。なんなら、なんか汚れて黒くなって見えない部分すごい気になるもんね。そりゃそうだよね。あとなんかカサカサカサってゴキブリみたいな音してるね。仕方ないけど、戻って探すしかないね。うん。クロエ、追ってくるかな？追ってくるでしょうね。もうあのヤンデレ具合はどうにも止められないや。どうにも止まらないやけんな、お前。どうにも止まらないやけんな。わからない。だとしたら、早く探し出さないと。レイ、大丈夫？え？何？なんでもない。行こう。薬の話ちょっと気になっとんやな。薬、打たんかったらみたいな。酔ったもんな。左。これ黒いゾーンに行くんじゃん。黒くてぐっちゃぐちゃになっとると言っちょるわ。あ、まず扉があるんじゃ。あ、扉するかい。あ、入れるんじゃこれ。あ、一応扉にも入れるんじゃこれ。これ、こっちに入るだけじゃなくて扉とかにも入れるもんだったんじゃ。じゃあ結構割と扉スルーしとったかな俺もしかして。あ、ファイル、地図が載っとる。これは何かを印付けてるのかな。これは僕らがいず町の地図だ。北側にある印がこの教会だから。町の、え、町の地図とか。なんだ、教会から出てもまだゲーム終わらんみたいな感じやめろお前、怖いな。あれ、南側には同じ印があるよ。これってもしかしたらコーラボと同じものが他にもあるってこと？え？可能性はあるね。ちょっとどんな地図見せてくれ。気になるってその地図。え？待って、その地図気になるってお前。どんな地図だったん？え？他にもあるねってことはつまりここと教会みたいなそういう施設が他にもあるってこと？すごい気になる情報を得たんやけど、お前。怪しいのはここかな。もしなかったら、見てない部屋をすべて探さなきゃだね。それは気が遠くなりそうだ。どこから探そうか。クラピカ理論反対、左。時間がないから、手分けをして探そうよ。え、手分けやめといた方がいいんちゃう。二人一遍にさ、片方が何かあってももう片方が助けれるようにさ。じゃあ、マルタは左、僕は右で。うん。じゃあ、またここで。うん。これどっちかはひどい目に遭うぞ、これ。おい、そんな別れ方したら、どっちかはひどい目に遭うって、お前。さて、どっから探そうか。まあ、一番気に、ここ入り口か。書類、ああ、鍵ないんか。え、終わり？待てな！見つけた。え、やべえ見つけてたね。これ、やべえ見つけてたね、これ。ああ、ああ、クロエ！何が具合は終わりでよ。まあ、引き出し一回喋っただけじゃないですか。待ってく。手つこをずらせやがって。やだ！いやだ、もう終わりなんこれ。話して。ダメ、話したら兄さんに助けを求めに行くだろ。そうやってお前は兄さんを困らせるんだ、マルタ。結局お前は妹のマリアと同じなんだよ。最後は誰かが助けてくれると思ってる。そういうお前が昔から嫌だった。違う、そんなこと思ってない。はっ、トロクジが言うんだ。お前がどう思うか、結局はそうなんだよ。あ、
わあ、それはダメだろお前。おい、超の能力持とんだったら超能力で最後とどめしろよお前。そんな文明の力使うならお前。もう黙れ。言い訳が死んだ後に聞いてやるからさ。ま、死んじゃったら口も聞けないけどね。バイバイ。ああ、いやあ、くそ、クラピカだったらここ生き残れとんか。いや、まさかここに来てクラピカ理論が生かされるっていうか、クラピカ理論が正解だったパターンが来るとは思わなかったのお前。てか手分けするっていうか、ちょっとな、どれかなりませんかね。大丈夫なん？ってことはさ、今度さ、レイの方にあいつが鉢合わせするやんって話になるでない？大丈夫な、レイ戦えるん？レイどっから探そうかな。でさ、机の引き出し開いたらいきなりなんか起きたけど、鍵ないな。クロエと私のことでまた心配させてしまった。そろそろ戻らないと。レイが鍵を見つけているかも。おいおいおい、左の扉は全然開けてないぞ。向こうでは多分もみ合いになってるぞ。あ、戻ってきた。え、何事もなく戻ってきやがったこいつ。もうクロエのこと始末しましたみたいな感じの顔で帰ってきたお前。あれ、こんかったん？どうだった？ほら、鍵を見つけたよ。てか鍵あったんかい。え、そっちに鍵あったんかい。おい、クロエもこんかったし、鍵あったし。え、どういうこと？わ、確かにプラスの鍵だ。よかった、意外と早く鍵が見つかったね。そうだね、プロテインだね。え、レイ、何かあった？あ、クロエ来たんかな。大丈夫、さあ行こうか。うん。え、気になるわ今の反応。さりげなくあんな顔していながらさ、クロエのことをさりげなく始末しとったんちゃうかなって。え、外の光？え、外出れるんこれ？この階段を登れば外だ。やっと出られるんだね、レイ。なんでもない、さあ先を急ごう。そりゃなんでもないわけないよね。そりゃそうなるよね。はあ、地下で爆発が。ごめんね、マルタ。え、なんだ？あ、どうして？ここを開けてよ、レイ。約束したんだ、クロエに協力するって。君をここから出すことを条件に。こうでもしないとマルタは言うことを聞いてくれないから。どうして？また一人ぼっちになるのは嫌。こんなの望んでない。レイと一緒じゃなきゃ。私、君は強い子だ。だからマルタ、待って、レイ。ああ、神獣か。この教会と運命を共にするんかお前は。てかもう脱出するんじゃ。なんでここ笑顔なん？気づいたら教会は焼け落ちて跡形もなくなっていた。途方に暮れ、どのぐらい歩いただろう。歩き疲れて道の片隅に倒れていた私は、親切な夫婦に助けてもらった。行くあてのない私は、養子に迎えたいと言ってくれる夫婦の思いに応え、二人の子供になることに。そこでの生活は豊かで、いろいろなところへも連れて行ってもらった。本当は君と一緒に行きたかったな。彼は私にとって大切な家族だった。優しく頭を撫でてくれた手が好きで、
温かく包み込むような笑顔も好きで。ねえレイ、私ね、新しい家族ができての。君が守ってくれた命がこうしてつながっていくの嬉しいな。ねえレイ、あのね、その顔もその声もすべてが懐かしい。わあ、記憶をなくしてでもその声や顔とかにがなんか自分の中にあるんやな。ちゃん、おばあちゃん、もうまたこんなところで寝てて、さっきまでお話をしていたと思ったらいつもにか寝ちゃうし、おばあちゃんがいつも聞かせてくれるおどき話好きだな。なんだか少しドキドキするの。本当にあった出来事のようで。本当にあったんだよ少女、孫よ、本当にあったんだよ。でもいつもおしまいまで話してくれないけど気になるな。また明日も素敵なお話を聞かせてね。おばあちゃん、おやすみ。ノーマルエンド、宝物の楽園。え、生き残ったけどレイが犠牲になってか。レイよ、助けなきゃ。